6月30日に起きた、新幹線の中での、焼身自殺がなんかいろいろ問題になってて、なんかこういろいろ議論がこう湧き上がってるみたいですね。新幹線に乗るときに、まあ、手荷物検査を導入してはどうだとか、飛行機のあのゲートをね、つけたらどうだとか、まあ、あの海外ではあの新幹線に乗るのにそういうなんかね、ピンポーンってなるゲートがあるらしいのよ。でそういうのを日本もつけたらどうだみたいなね、論争がね湧き上がってるみたいだけどね、まあ俺から言わせるとね、そんな全く必要ないと思います。あのね、今回のあの71歳のおじいちゃん、あれただの気違いだからね。うん、あの人間さ、年を取っていくとやっぱ体がこう悪くなるわけじゃん。でどっかねこう壊すわけ。でそれと同じでやっぱ人間年いくと脳も故障すんのよ。で完全に今回焼身自殺をしたやつっていうのは完全に脳が故障してるただの気違いじじいなだけで、まあ、そもそもね、電車の中でさ、こう焼身自殺をしようと思うやつがまともなやつなはずないじゃん。だからただの気違いっていうだけでね、まあなんか後からなんか年金に文句を言ってたみたいな言ってるけどもね、そんな別に関係なくてね、ただイカれてただけだと思うんだよね。だから防ぎようがないし、そんなのは。うん、だからね、ずっとこれまでね、新幹線でさ、そんな大きな問題がね、あの多発してたわけじゃないじゃん。だからね、だからその今回の件でなんかね、こうわざわざお金をかけてさ、何かを導入するっていうのは別に俺しなくていいと思いますね。うん、まあ車掌がね、こう巡回の回数を増やすとか、まあそういうのはいいけれども、なんか新幹線のチケット代がこう高くなるかのようなさ、なんかこう経費がかかるような大掛かりなこう装置を導入したりとか、人を雇ったりとか、そういうのはいらないと思います。やっぱね、あの日本はやっぱ新幹線多くて、便がさ、もう5分おきとかにさ、こうあんじゃん。でね、こういつでも乗れてさ、こうね、気軽に乗れるっていうね、利便性がやっぱこう新幹線のいいところでね、利便性をこう失うようななんかシステムの導入はね、ちょっと俺は違うんじゃないかなと思いました。今回のあの焼身自殺をしたやつはただの気違いじじいなんでね、あいつ一人のためにね、そんないろいろ考える必要はないんじゃないかなと僕は思います。